血椎の音、泉京化。天、未だに暮らし。東方、蛾竜山の頂き、き少しく調みて、旭日一体の功を調せり。埋葬、木、記憶真、住みて、外区縦王の地平線、皆願望のうちにあり。しかして、国主が焼中の民、十万。 今旗何を成しつつあるかこれより純実の前までは前田鏡の守紀州公毎朝欠かすことなく朝日を礼拝なしたもうにただ見る石牧たる墓の下に金城の民皆眠りて美貌極古褐色なく目の下近き鍛冶屋にて鉄翠一打の声ありしのみしかるに 家業出生のゆえをもって、これより先、特に一個この鍛冶屋を少子いしより、埋葬における市街の減少、日を追うて、趣を返事、今日この頃に至りては、鍛冶屋の頂上は、勇もさらなり。水汲みあぐる鶴瓶の音、旗を折る音、鐘の声、かぐらの響き、騒然、雑然、 行に声ありて、目するはなく、食に音ありて聞こえざるは、亡きに至れり。天津さえ、野町、野田寺町、時光前口、あるいは剣往来より、野菜を担いて百姓の八百物市におもむく者、前後失踪相望みて、清いの掛け声勇ましく、お物見下を通ること、 落役としておるが今年。地州公これをご覧じ、思わず日古と、内へ見たも。時に水煙数千流。その時公は左右を顧み。見よう、我が貧弁の民は、人よりも命流し。明治三十年六月。